挨拶。東京の大学野球連盟理事長宮本健三。皆さん、こんにちは。いよいよ本日2015年度春季リーグ戦の開幕の日を迎えました。東京六大学の各校におきましては、昨年の秋のリーグ戦が終わってから今日まで、この春のリーグ戦に向けてしっかりと練習を積んできたことと思います。その成果を十分に発揮して天皇杯を目指して頑張っていただきたいと思います。これから約2ヶ月間試合が繰り広げられることになりますが、フェアプレーの精神のもと、闘志あふれる熱戦が展開されることを期待しております。ところで、すでに皆さんご存知のように、東京六大学野球連盟は今年90周年という記念すべき年を迎えました。連盟としてはこれを記念して、今年の春と秋のリーグ戦では選手のユニフォームにロゴマークをつけて試合に臨むことにしております。東京六大学野球の歴史につきましては皆さんよくご存知であり、私が繰り返す必要はないかと思いますが、やはり90周年ということですので、簡単に、お話をさせていただきたいと思います。東京六大学野球の連盟は今から遡ること90年前の1925年、大正14年に結成されました。この年にそれまで行われていた五大学リーグに東京大学が加盟して、六大学リーグが結成されました。そしてその年の秋からこの六校による本格的なリーグ戦が開始されたのであります。そしてこれと時を同じくして、それまで中断していた早慶戦が19年ぶりに再開されました。そして同じ年にこの神宮球場の建設工事も始められました。完成したのは翌年のことでございますが、その時の竣工式には当時摂政であられた昭和天皇をお迎えして行われました。その際、優勝チームに摂政杯が贈られることになりました。これが天皇杯として現在も受け継がれているところでございます。このように1925年、大正14年は単に連盟の結成にとどまらない大変重要な意味を持っているのでございます。それから90年、連盟は毎年一つずつ歴史を積み重ねてまいりましたが、しかし今日に至る道のりは決して平坦なものばかりではありませんでした。例えば昭和の初期には野球人気が過熱して沸騰し、種子の問題が生じてまいりました。そこで昭和7年に当時の文部省から野球統制令が出されました。これにより六大学リーグも試合数の制限や
あるいは平日の試合禁止などを余儀なくされました。また八十川防空事件やリンゴ事件という六大学野球の二大不祥事という事件も起きました。そして何よりも第二次世界大戦という悲惨な経験をいたしました。とりわけ学徒出陣によって多くの若い選手たちが戦場に赴き、そして再びこのグラウンドの土を踏むことができなくなったことは痛恨の極みでございます。連盟もまたこの戦時下におきまして文部省通達によって解散を命じられました。これによってリーグ戦の開催もできなくなったのでございます。連盟が再建されたのは終戦の翌年の昭和21年3月のことでございます。それから2ヶ月後の5月19日に戦後初めてのリーグ戦が開かれました。これは実に4年ぶりのことでございます。その当時のリーグ戦はこの神宮球場がアメリカ軍によって接収されていた関係で中野の上井草球場で行われました。このようなリーグ戦の再開が戦後の復興に取り組む人々に大きな勇気と希望を与えたことは容易に想像することができます。連盟の90年の歴史はこのように種々の困難に直面しながらもこれを一つ一つ克服していく歴史でもあったのであります。ところで話は変わりますが、野球発祥の地はもちろんアメリカでございます。これが日本に伝わったのは英語教師として来日していたアメリカ人のホームレス・ウィルソンが学生たちに野球を教えたことが始まりだとされております。1872年明治5年のことでございます。それから数えて440年余り、現在では野球は日本の隅々にまで広がり、本家であるアメリカの大リーグにおいて活躍する選手を多く輩出するまでになっております。このように野球は日本において広く普及し大きく発展したわけでございますが、この野球の歴史の中で東京六大学野球が極めて大きな役割を果たしたことは疑う余地のない明白な事実でございます。この東京六大学野球がまさに日本の野球界の先頭に立って常にこれをリードしてきたと言っても過言ではございません。そしてその原動力となったのは選手一人一人が日々研鑽を積んで一球一打に自分の全身全霊を込めて真剣に取り組んできたからに他なりません。まさに一球入魂の精神と言うべきものです。その結果として数々の歴史に残る名勝負が繰り広げられ、多くの観衆に大きな感動を与えたのであります。
そしてその熱戦の中から素晴らしい名選手が次々と生まれたのであります。今日ここに集まっている選手の皆さんはこのような東京六大学野球の長い歴史と伝統をしっかりと心に刻み、これから始まる春のリーグ戦に臨んでいただきたいと思います。そして一球入魂の精神のもと、90周年にふさわしい試合、歴史に残る名勝負が繰り広げられることを心から願っております。最後になりますが、このリーグ戦を支えてくださっている関係者の皆さんに心がこの場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。会場整備に携わっていただいている神宮球場の関係者の皆さん、多くの情報を広く社会に発信してくださっている、報道関係者の皆さん、そして母校のために熱き応援をしてくださっている応援団の皆さん、そして何よりも今日ここに足をお運びいただいている観客の皆さんに心から熱く御礼を申し上げます。今後とも引き続き東京六大学野球を力強くご支援くださいますようによろしくお願いを申し上げます。以上、簡単ではございますがこれをもって開会の挨拶といたします。